石の環状列石中心部の立石立石とは、考古学における排石遺構の一種で地面に穴を掘り、長大な自然石を建てたものを言う。ヨーロッパ等に見られる巨石記念物の一種であるメンヒルの訳語であるが、このような長大な石を縦に据えた遺構全般を指していう場合もある。ある種の記念物や墓標あるいは何らかの目印として建てられたものと、 考えられている。墓である場合、立石墓とも呼ばれる。日本では、ヨーロッパのメンヒルのような、高さ20メートルに達する規模なものは知られていないが、縄文時代後期の集落遺跡の墓域に作られた、いわゆる環状列石内の立石などが知られる。秋田県和野市の大湯環状列石の、日時計様組石が有名である。縄文時代早期のものとしては、 長野県の拳畑遺跡、縄文時代前期では、秋田県の根橋、沢遺跡、長野県の悪遺跡、上原遺跡の例が知られ、これらはいずれも古い段階の縦石以降である。中期から晩期になると、数が増え、分布域も広がる。縄文時代以外の例では、鹿児島県薩摩半島南部で、弥生時代中期から、終末期に出現した、立石土工房がある。 このほか、岡山県倉敷市の建付き紛墓,墓でも、紛糾場に建てられた立社群が知られる。ありがとうございます。